子どもたちに愛媛県の仕事への理解を深めてもらおうと、小学生県庁見学デーが5日行われました。県庁の見学は2001年度から毎年開催されています。この日は小学5年生と6年生およそ110人が参加し、知事室や貴賓室などを見学して歴史や役割を学びました。本館最上階のドーム会議室には2017年の愛媛国体に関するパネルや1953年に愛媛で開催された国体の PR ポスターが展示されていて、小学生は興味深そうに見ていました。中村時博知事との懇談も行われ、小学生は仕事のやりがいや一日の日程のほか、四国電力伊方原発再稼働問題への対応など鋭い質問を熱心にぶつけていました。伊方原発再稼働問題ですが、もしも中村知事さんが伊方町に住んでいたら再稼働 しますか。ともかく安全をちゃんとやってくれてますが、大丈夫ですか。いろんな専門家の人たちにも確認をしてもらって、最後は、知事という立場でどっちにするか決めなきゃいけない時が来るんだけども、今はその確認をしている時なんてまだ決めてない、決まってない。県庁にはいろんな、仕組みがあっていろんなものがあることを勉強しました。なんか液晶画面で見るよりかなんか迫力もあって、なんかもうなんかそれで噛んでしまって、なんかほんまもうドキドキしてしまいました。